正真正銘藤原Yoshiaki。試合前の藤原のコメント、全日本プロレスのファンの皆様ごめんなさい、今夜2人ばかり前途有望な若者が消えていきますが悪く思わないでください。殺人予告が飛び出しております。藤原今王道マットに参戦です。時間5分を経過しました。タッグマッチ、フチマサノブ藤原ヨシアキ組対本田タモン朝子悟組。さあすかさずサイドのヘッドロック、グラウンド腕を取りに行きます。ストンピング、モーさん、はい、朝子いいですね、藤原相手に、はい、返しが早いです、そして無理をしないで、要するに関節技とか、はい、ホールドの場合には、はい、なるべく早い時点で返さないと、はい、どんどんきっちり決まっていくわけです。ダメージがもう徐々に、増えていくわけです。さあ藤原はアサコだ、藤原はアサコを見つめている。さあアサコはエルボー逆水平、もう一発、藤原ヘッドバット、大きくテイクバックほどヘッドバット、 DDT は本田タモン、ツーカウントです。さあ腕ひしぎの逆十字固めに入ろうというところですが、こらえます藤原。さあ逆に今度は本田の足を取りに行っていい、足を取りに行くか、これはあのですね、はい、藤原選手が腕をロックしてましたからね、完全に入ってないですけどね。なるほど、自分の腕、あの手と手をロックしてますから、ロックしてましたけど、あの決まってないような状態で返しに行ったんですよね。なるほど。そしてすかさずヘッドシザースから、さあ今度は逆に藤原が腕ひしぎの逆十字、これしかしこれはロープが近い、ロープブレイクです。ロープブレイク、この辺りのやはり技から技への移行するスピードはさすがに見事藤原。さあしきりにこの朝子が藤原に突っかかっていきます。おお、藤原足でタッチ、足でこの淵正信にタッチしていきました。試合の権利は淵と本田、バックを取ります。お、自らタッチしてリングインは朝子です。朝子と淵、膝を落としていきます。もう一発、ストマックのあたり、そして耳のあたりに島佐野のキック炸裂いたしました。さあそして場外だ、朝子は場外だ、藤原は追いません。今淵がリングの外に出ました。さあ放送席前、鉄柵、放送席前鉄柵攻撃、腰をしたたか打ちつけました。さあそしてカモンカモンとリングの中、藤原ヨシアキが朝子悟を待っています。さあ朝子と藤原、先ほどからつばぜり合いが続いていたこの朝子と藤原、ロープを挟んでブレインバスター、痛めた朝子の腰のあたりマットに打ち付けていきました。さあそして試合の権利があるのはこの淵、バックドロップか、ストンピングを打っていきます淵、そして藤原のコンビ、若い朝子を相手に容赦のない攻撃続いております。さあ朝子これを返せるか、カウントは2。桃田さん、これで先ほどの鉄柵のダメージが朝子にどの程度残っているかですね。この後は、ね、あのもう要するに、はい、あの藤選手と藤原選手に、もう必要以上に厳しく攻められてますよね。そうですね。さあ藤原喉のあたり掴んでいるか、喉入ってる、入ってますか、たまらずこれは本田タモンがカットに入りますが、さあ口の右手は朝子の喉を捉えているか、今ようやくブレイク、今ようやくブレイクします。さあそして試合の権利は再び淵正信、合体攻撃に出るか、スリーパーです、スリーパーに捉えます。先ほどは腰、そして今度は喉、さあ
キレス腱がダメ、藤原のアキレス腱がダメ、これは苦しい。リングのほぼ中央、藤原のアキレス腱がため、そして口のスリーパーホールド、朝子悟、これはたまりません。さあ朝子、この時間帯しのぎどきです。朝子、藤原と本田、試合の権利は藤原と本田。さあ青コーナー、おお朝子悟、積極果敢、自らタッチをして試合の権利は朝子に移っております。さあ2人がかりの攻撃、ニュートラルコーナー、対角線に振っていった。おっと今のは桃田さん入りましたね、今の朝子選手の方が、朝子のエルボーが喉元のあたり入っております。さあ倒れたのは藤原の方です。徐々に全日本プロレス若い2人がペースを掴んでまいりました。さあ足を取りに行った STF 本田多門、188cm、 大きな体で STF に入りました。口政信がカットします。さあ藤原、さあここでダブルのブレインバスター、本田と朝子が見せます。トンピングを打っていく朝子、積極果敢、おお馬乗りになって藤原義明に、これはモモさん、これはもう喧嘩を売っているような。そうですね、やっぱり、ね、あそこ選手さっきから喉を結構やられましたよね、胸をやられましたね、かなり怒ってるっていう感じですね。だけどいいことだと思いますよ、もう積極的に、この藤原を相手に馬乗りになってパンチを打っていきました、朝子悟です。さあそして玉っくのあたり、お、これは効いてるか、効いてるか、カウントはどうか、カウントは2つです、効いてますね。藤原の表情変わりましたね今。さあ本田多門、朝子悟組ペースをつかむか、藤原を相手にスリーパーです。足を大きく開いて十分な体勢は朝子悟、お、これは効いているか、藤原義明、藤原ピンチ、藤原義明ピンチ、若い朝子に対して大ピンチを迎えております。藤原、さあ藤原、さあロープまでは、もう少し、サードロープまでもう少し、あとわずかです。ここでようやくブレイク、ヘッドバットを打っていきます。さあバックを取って、バックを取って本田、さあトップロープはあそこ、ミサイルキック、これも今モンスター綺麗に決まってますよ、これ決まってますね、さあラリアット、いや若い2人頑張って、ね、いいですね。もう一度トップロープ、セカンドロープからラリアット変わった、脇が止めない、すかさず脇が止めに切って取った、これはどうか、どうか、リングの中央、ギブアップ、ギブアップ、一瞬の切り返し、さすが関節技の鬼藤原、見事。もう12時だわ。依然として捕まっているサブ、ロープに振った小橋、膝を当てます。もう一回逆サイド、さあタルコンドサブに川に入っている小橋、なんとか返しました。満身創痍、天井を見つめますサブ、そしてパトリオット、さあバックに回った、これも高さがある、しかしパトリオット怪我をしている、痛めている右肘を今も打ちました。いやこれは本当に心配ですね、かなり痛がってますね、さあカバーに入る、なんとか返したサブですが、このパトリオットの方にも今かなりのダメージがありました。さあ張っていくヘッドバット、覆面をしているんですが、やはりその痛い表情がうかがえます、パトリオット。さあ右肘をぐるぐると確かめるようにして回します。しかし先ほどからこの右肘を気にしているパトリオット、
腕による攻撃は2分の1ということになります。左のみ。さあ赤コーナーに追い詰めた。さあ小橋が入ります。三冠王者の小橋、わっとこのチョップも重い。103キロ、軽量です。このサブ、さあ小橋が攻め続けます。カード落とし、さあカバーに入った。カウント2つ、なんとかなんとか逃れました。サブ、さあバックに回るか。さあ締め上げます。さあ容赦なく締め上げる。さあ頭を落とす。さあっとゲリオブライトカットに入りました。そして手を伸ばしているんですが、サブー捕まっている。逆に赤コーナー捕まっているサブーにパトリオットが忍び寄ります。さあ背中にストンピング、5つ6つと食らわしました。さあパトリオットニュートラルコーナーに振って、あっとうまく動きを見ていました。そして体を浴びせます。ああ、これもパトリオットの右肘、ああ、それを見逃しません。サブ、そして素早いタッチワーク、ゲリオブライトがリングインです。危ない、フロントスープレックス今日2つで、ああ、そしてそしてそしてその怪我をしている、痛めている肘を締め上げる。嬉しに逆十字、痛めているその部分を攻めていきます、ゲイリー・オブライト。さあパトレーの声援も飛んでいますが、さあ投げていった、ラリアット、左腕のラリアット、さあ倒れ込んで小橋にタッチです。さあ小橋がリングイン、三冠王者ネックブリーカー、カバーに入る。さあサブがカットに入りました。さあ抱え上げるか、パワーボムか、おっと返したゲイリー・オブライト、後ろから行きます。そして待っていたパトリオット、後ろに行ってジャーマンスープレックス投げっぱなし。小橋の大技がついに出ました。ゲイリー・オブライト、さあもう一回、今度はフルネルソン、フルネルソン、後ろからサブが来ているがパトリも割って入る。さあ割って入ったサブが捕まっています。さあ2人からこのエルボーを食らったサブ、立ち上がれません。そしてこのゲイリー・オブライト、まだグロッキー。さあ連携なるか。さあっと投げっぱなし、ヤマン。さあ起こして仰向けにした状態、さあとおっと、これはカウント2つ入ったんですが、オブライトの左足伸びていました。サードロープにかかっています。なんとかロープの出来てた、このゲイリー・オブライト。そして小橋、キロチンドロップ、リングの外ではパトリとサブ、試合の権利がある三冠王者。もう一回キロチンドロップ、うつ伏せになっているオブライトに食らわします。さあ動きが完全に止まったオブライト、あっと向こうサイド、これはサブうまく見ていました。足を取った、そして危ないぞ、おっと返した返した、アキレス腱のあたり、うつ伏せになって、おっとサブが飛んだ、ゲラチンドロップ、小橋大の字、顎のあたりか顔面か喉元か、サブのゲラチンドロップ、トップロープから落ちてきました。そして外へもう一回出て、おっとジャーマンスープレックス、いやこれ危ないですね、危ないですね、今の角度も高さも、いや小橋うつ伏せになったままです。ちょっと危ない角度だった、動きが止まっています。そしておっと今度はこちらサイド、どこから出てくるかわからないこのサブ、そうですね、やっぱり身軽ですからね、リングの外にいるかと思ったんですが、そのサブ、あらゆるところから出没するこのサブです。おっとフラフラになっている小橋です。危ないぞ、背中を見せて、危ないぞ危ないぞ、背中を見せて、危ない、パトリが間に合った。さあサブーが、おっとオブライトの背中を踏み台にして、今度はパトリへ、パトリへの攻撃。さあ小橋がフラフラの状態です、フラフラの状態、全くこれは、あーっと今度は外から来た、あ
ンデックス頭危ない後頭部危ない今のは危ないもう一回危ないフラメルサムフラメルサムスープレックス小橋マルジキュースかカウントが3つ入った独走の小橋パトリオット組オブライトサブー組にまさかの敗戦であります。初めて秋山が世界のベルトを取ったのが6校札幌中島体育センター。その世界を取ったエクスプロイダーが炸裂するか、いや逆に河原バックを取ったバックドロップ1回転今もまともに後頭部ですね入ってますね、秋山純大の字もう一つの引き分けも許されないんです。残り5試合全勝するのが絶対条件、今日引き分けたら終わりですと話していた秋山純ピンチを迎えております。さあ田上明秋山純を挟んだ三沢よく見ています、よく見ている、ハイキックは三沢そして秋山純に追いつけていった、挟んだ抜いた落とした投げ捨て川ドア返しています、秋山純返した。秋山桃田さん意識はありますかね、これあるっていうかもう無意識の意味がね、さあ掴んだ危ないかわしているキックエルボー川田が入った川田キック消すか消されるかどちらが残るかサバイバルマッチ、勝った方が優勝争いに生き残ることができます。負けはすなわち脱落を意味します。この一戦ハイキック、さあ川田俊明ストレッチプラグ、田上が三沢を抑えるか、いやいや三沢がストレッチプラグカットに入るか、エルボーで三沢ミスハルカットに入ります。試合の権利は川田と秋山です。ステップキックエルボーだもう一発連打、世界のエクスプロイダー、さあ秋山三沢秋山組が残るか川田田上組が残るか消すか消されるか、赤コーナートップロープ、三沢ダイビングのボディブレザー、どうかカウントは2です。川田俊明肩が上がっております。さあここまで来たらバックを取る、背中のあたりラリアット、最終武道館大会の優勝戦、進むためにはこのリーグ公式戦2位以内に入らなければなりません。現時点では小橋パトリオット組が頭一つ抜け出ております。2位に食い込むのは三沢秋山組かそれとも川田田上組か、はたまたウィリアムスエース組か、2位に入るためには今日のこの一戦どうしても負けるわけにはいかない、投げ倒した、かわした、三沢返した、エルボーだ、スピンキック捉えた、かわした、川田俊明も獅子奮陣、一人で二人を相手にします。さあ川田田上というこの二人のコンビではこの世界最強タッグ決定リーグ戦制覇したことはありません。初制覇を目指します。それだけに背水の陣、93年から川田田上はコンビを組んでいるが優勝はない、痛めている川田の左膝、ドラゴンスクリュー炸裂、さあこれで一気に形勢逆転なるか、三沢秋山組顔面キック、おっと川田のつま先が三沢の顔面にヒット、さあブロック、キックはブロックしている、いやブロックしてもかなりこれブロックしてもダメージありますね、川田のキックはローリングのエルボー炸裂、さあ
殴り倒した、蹴り倒した、カウントは2つです。川田のキックか、それとも三沢のエルボーか。さあ試合の権利があるのは三沢のファン。もう一度ローリングのエルボー、川はカウント2。さあ場外で、場外では三沢と秋山だ。試合の権利は、試合の権利は三沢と川田、場外では田上と秋山だ。さあ秋山が戻ってきた、合体か、合体か、かわしています、川田かわしています、バックを取った、ジャーマン、さあ待っていた三沢、バックを取った、バックを取った、ジャーマン連続ジャーマン、田上間に合いました、田上が間に合いました。連続の秋山から三沢へ、連続のジャーマンかわした、タウエエクスプロイダー。さあ三沢ならばどうする、距離を測ります、三沢距離を測る、エルボーキック入った、顔面キック入った、入ってますね、下から蹴り上げたような感じで、さあ三沢のエルボーか、それとも川田のキックか。やはり予想通り激しい試合になりました、この一戦。さあ三沢、さあ川田は、おお、ちょっと目が遠い、視線が遠い、カバーのか、ツーカウント、タイガースープレックスはツーカウント。さあちょっと川田の目が遠い、目が後ろ、リング中央、タイガードライバーから、さあ連続か、連続か、連続タイガードライバー、2連発、カウントは入った、三沢残った、三沢秋山組残った、7失点で残った。さあエルボー下から突き上げます、さあラリアット、泉田のラリアット、これも力があった、カウント2つ。さあ大森攻め続けることができるか、ちょっと苦しいか。さあ泉田、大森をパワースラム、ボディースラム、そしてニュートラルコーナー、それを見たハンセン、ハンセンが割って入った、スケラチハンセン。さあ2人で攻め続けます。さあニュートラルコーナー、それを見ていたキマラ、ハンセンの足を取って場外に落としました。そしてトップロープから泉田、ヘッドバットで大森を、大城関前へ、鉄柵攻撃、キマラとハンセン場外戦。さあハンセンが一足早く入った、そしてリングの中での試合の権利がある泉田が大森にトップロープからヘッドバット。さあカウントは敗れました。いよいよ大詰め、世界最強タッグ決定リーグ戦、現在の順位はご覧の通りです。12月26日全日本プロレス年末スペシャル放送決定。番組ではもう一度見たい名勝負名シーンを募集します。ご覧の厚さ着までどしどしお送りください。きっとあなたの期待にビシバシ応えます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。